私たちは全員ここで命を落としたはずだった。危ない話してください。お願い。え、一体敵はどこだ。どこへ行った。私は花と言います。あなた様は突然現れた。みんな驚いています。でも私は大丈夫。じっとして。やっと戻ってこられた。もう何日もさまよっておられたのですよ。どういうことだ。長い間お待ちしておりました。あなた様が降りられるのをみんなに伝えてきます。神様がお目覚めだと。神様、どういうことだ。どこだ。夜だったよな。ああ、夜だった。どういうことだ。わからない。敵はどこだ。敵じゃない。よく見て大地。なんだあいつら。あんな人たち見たことない。真っ暗だ。でも真っ暗。私死んだんだよね。あの時真っ赤に燃えたたくさんの銃弾がぐるぐる回転しながら迫ってきて。そっか、これが死んだってことなのか。お花畑も何もない。生まれたての私を抱き上げる母の顔が見えた。歌、歌と優しく私の名前を呼ぶ嬉しそうな父の顔も見えた。弾丸が私の胸に到達するまでの間に、この世に生を受けてから18年間の全ての出来事が見えた。と同時に、今この瞬間に自分の命がなくなり、この世から消え去ってしまうという悔しさと耐え難い恐怖の感情が押し寄せてきた。どうして死ななきゃいけないの。私はまだ生きていたい。誰か助けて。私の目が涙であふれ、まぶたを閉じると勢いよく頬を伝う流れを感じた。次に目を開けると、まばゆい光が飛び込んできた。光に目が慣れると、そこには毛皮をまとった幾人かの人々が恐れを抱いた顔で私を見つめていた。誰？ここはどこ？思わず言葉がこぼれた。人々は私のことを神と呼び、その場でひれ伏した。突然私は彼らの前に現れたのだそうだ。その時から長い時が過ぎた。私は彼らと共にこの地で生きた。私が現れて以来、
神の森と呼ばれるこの地で、私はこの地で娘を育て、やがて二人の孫もできた。いつしか私は彼らからババ様と呼ばれるようになった。ああ、また外しちゃった。うるさいよ、豆。これで朝から3匹目だな。だいたい僕が仕留めるって言ってるのに、モロたちが我らに任せろって。あ、豆、お前もさっき外したではないか。俺、野ネズミ取った。あのね、ニジ、あんな小さなウサギを飼っても仕方ないだろ。かわいそうだから、わざと逃がしてやったんだよ。かわいそうかな。ふん、強がりいいよって。強がりじゃないよ。我らは神の森を守る誇り高い一族なんだ。小さなウサギ一匹買って取ったぞなんて恥ずかしくて言えないよ。俺、野ネズミ逃がす。神の森か。この先に行けばもっと獲物が手に入るのに。逃げた獲物は皆この神の森に逃げ込む。我らが足を踏み入れることができるのはここまでだ。クソ、さっき逃した鹿だ。我らのことを笑っているのか。鹿って笑うんだ。考えすぎだよモロ。逃げ延びてホッとしてんだよ。それよりカムイたちはどうかな。何か仕留めたかな。あのふぬけに獲物が仕留められるはずがない。だがウグイが一緒だから逆に仕留められてるかもな。ふん、ウグイはカムイにゾッコンだからな。ゾッコンって何。それ食べ物。お前らにはまだ早い。なんだよそれ。まったくカムイのようなふぬけのどこがいいんだ。カムイの野郎は流れにくれてやりゃいいんだよ。やきもちかモロ。ふん、あのさ、カムイってふぬけじゃないよ。なんだと。カムイは闇雲に動物たちを飼ったりしないだけだよ。第一、ふぬけに我ら一族がまとめられるわけないじゃん。我らをまとめているのはオサだ。でもオサが認めているのはカムイだ。カムイはオサにこびへつらっている。だからだ。だってオサってもう年じゃん。年寄りは大事にしないと。うん、アマミの言う通り。ああ言えばこういう口の減らないやつだ。腹は減ってるけどね。あ、ねえ、もう日は昇ったし帰って朝飯にしようよ。帰るだと。このまま手ぶらでか。獲物が取れない日だってあるよ。それに代わりにカムイたちが何か取ってるかもしれない。それが嫌なのだ。おい、モロ、イージ、アマメ、はや。あ、カムイたちだ。カムイ。ふん、奴らも手ぶらではないか。どうだ、獲物は取れたか。ダメだよカムイ、今日は全然ダメ。獲物はいることはいたんだけどね。誰かと誰かが3回も仕留め損なうし。何を言う。俺、野ネズミ取った。でもかわいそうだから逃がしてやった。カムイ、お前たちも手ぶらではないか。一体ウグイと2人で何をやってたんだ。ウグイが大きな獅子を仕留めた。一本杉の根元に隠してある。みんなで村まで運ぼう。今日はごちそうだぞ。ごちそうだ、ごちそうだ。やったねウグイ。いや、あれはカムイがおとりになってくれたから。でも仕留めたのはお前だウグイ。ふん、帰るぞ。ねえカムイ、ウグイが仕留めた獅子ってどれくらい大きいやつ。甘めの倍はあるかもな。ごちそういっぱいだ。おいウグイ。なんだ。守備はどうだ。肝心のものは仕留められずか。みんな止まれ。なんだよモロ。静かに。どうした。獲物だ。あの草むらの向こうに隠れた。逃がしてやろう。今日はウグイが仕留めた獲物がある。うるさい。出てくるぞ。待て、あれは人間の子供だ。うわ、なんだこの風は。モロ、ニジ、やめろ。弓を射るな。逃がすな。おえ。待て、獲物だカムイ、獲物だよ。あれは獲物じゃないよ。アマメ、アマメ、行くな。みんなやめろ。ここから先は神の森だぞ。くそ、早追うぞ。うん。私はずっと考えてきた。
なぜ私はここにいるのか。私が生きている理由は、気の遠くなるほどの長い時間だった。大昔、つぐみが傷ついた体で空に必死に訴えていた。神様の力で別の世界にワープ。本当にそうなってしまったのだろうか。私だけ、他のみんなは。つぐみ、空、大地、風が、みんなこの世界のどこかで私と同じように生きているのだろうか。かつて北の地に神が降りられたという話を伝え聞いたことがあった。私はもしやと思い、北の地に向かおうとした。向かいたかった。しかし、その時私にはどうしてもこの地を離れられない理由があった。神の宝だ。ある日突然目の前に現れ、例えようのない幸福と終わりのない恐怖を私にもたらした。神の宝のおかげで、私は自分を神と名乗らざるを得なくなり、この地の者たちを神の森を守る者とし、何人たりともこの森に立ち入ることを禁じた。私はここで永遠に神の宝を守っていかなければならないのか。神の宝のおかげで私は。やめろ、みんなやめろ。よく見ろ、獣じゃない、子供だ。みんなよく見るんだ。アマメ、子供だよ。くそ、流れいるんだろ。出てこい、やめさせるんだ。あ、流れだ。カムイ、ここは神の森。ここに入るのは禁じられているはず。子供を追ってここまで来た。来たくて来たんじゃない。勇ましいこと。仲間を元に戻してくれ。アハリア・アソバスと申さぬスサノオオカミ、オトツミクラに帰りましません。大丈夫か、みんな。私がわかるか。カムイ、一体。我らは狩りをしていて。獲物だ、獲物を追って。人とは弱いものだ、すぐに取り憑かれる。流れ、何をした。何も。何かをしようとしたのはお前たちだ。見ろ、お前たちの目の前には何がいる。子供だよね。君、いくつ。この子は。お前たちに怯えているぞ。お前たちは狩りをしていた。そこへその子が紛れ込んだ。お前たちは獣と間違えてその子を狩ろうとしたんだ。我らにまやかしの術を使ったな。術は心正しき者には効かん。ではお前は我らが悪しき者とでも言うのか。さあな。お前たちは見事に囚われてしまっただけのこと。くそ、やめろ化け物め。昔からそうだ、薄気味悪い女だと思ってたんだ。うぐい、いい加減にしろ。カムイ、ここには長くいられない。そうだ、ここは神の森だ。いかに我らでもここを汚すとたたられるぞ。わかっている。この子どうする。ふん、その子供はお前たちの獲物だろう。好きにすればいい。流れ、怖がらないで。名は、名は何という。さき。どこから来た。西の国。ここへ何しに来た。ここは神の森だ。我らがこの森を守っている。誰であろうとここに入り汚すことは許されない。この森に入ることが許されるのは神に仕える者だけだ。そんなこと知ってるよ。知っていてなぜ。カムイ、一つ教えてやろう。その子の国、西の国はもうすでになくなってしまった。なんだって。一体どういうことだ。なくなったって、消えたってこと。西の国のそのまた西からやってきた大きな力に滅ぼされてしまった。違う、そんなはずない。そんなことお前には分かっているはずだ。まだ子供のお前には
多少は風の音が聞けるのだから。分かりたくない。滅びたなんて信じたくない。僕をここに送り出してくれた父さんや母さんやみんなが、西の国を滅ぼした大きな力、次はどうする。この地に至る道は北の道、西の道、南の道、東の道。北の国は流行り病ですでに死にたい汚れたちとなっている。そんなところを進もうと思う者はおらぬ。西の国からの道は険しき山々が結界となり、大きな力は動かしがたい。南からの道は海からそそり立つ断崖が行く手を阻み、手だれた者しか通れぬ。ではどうする。西の国を滅ぼした大きな力は次はどこを通ってこの地に至る。大変だ。東の道を固めなければ。戦いだ、戦いが始まる。なんで。まだ戦うと決まったわけではない。攻めてくるんだぞ。戦うしかないではないか。出なければ我らは滅びる。だからなんで。まだ滅ぼされると決まったわけではない。だが西の国は滅んだ。違う、滅んでなんかいない。さっき攻めてきたのはどんな奴らなんだ。海の民や山の民、いろんな奴らがいた。いろんな。とてもかなわない。大君と大妃は荒人神と呼ばれている。荒人神。神、神だと。ではこの森に住んでおられる神のお仲間だというのか。バカな、神は一人だ。とにかく戻ろう。おさに知らせなければ。全てはそれからだ。ああ、早く行こう。アマメ、みんな行ったよ。カムイ、先に行け。私は流れと話したいことがある。この子を連れて行け。何か食べさせてやってくれ。わかった。嫌だ、僕はここに残る。ここには神の宝がある。それで攻めきた奴らをやっつけるんだ。神の宝はそんなものではない。じゃあどんなものなんだ。頼む、奴らが西の国に来た時のことをオサやみんなに話してくれ。私は戦いたくない。何か方法があるはずだ。嫌だ、僕は戦う。待て、ここで迷ったら出られないぞ。僕が追うよ。頼む。今日はごちそうあるのにな。はや、お前も来るんだ。え、どうして。どうしてもだ。なんだよ、ごちそうは。本当に人とは弱いものだ。いろいろなことに心をとらわれる。一つ恐れの種を心に植え付ければ、それがたちまち芽を出し成長し花を咲かせ、その種はまた別の人の心に宿る。愚かな。我らを蔑むためにこのことを伝えたのか。違う。みんな、お前のように強くはない。カムイ、私は。流れ、教えてくれ。我らはどうなる。先のことはわからない。ババ様ならわかるはずだ。ババ様でもそれはわからない。ババ様が知っているのは遠い遠い昔の話か、気が遠くなるような未来の話だ。では気が遠くなるような未来はどうなんだ。我らはどうなっている。それは私が聞いても教えてはくださらない。流れ、お前なら少しはわかるのだろう。カムイ、私は風の音を聞き空気の流れを知ることができる。木々のささやきを聞き大地の震えを知ることができる。だがこれは今この世で起こっていることを感じ取ることができるだけで、未来のことがわかるわけではない。私にもお前のような力があれば。力があれば皆から異形のものとして扱われ、忌み嫌われ、ここでひっそりと神に仕えて暮らすことができたか。流れ、カムイ、私は皆と過ごした子供の頃を忘れない。あの頃、共に森の木々のささやきを聞き、いろいろなものを感じたではないか。皆、
忘れてしまったのだ。奴らはいつ来る？明日か明後日。待ってカムイ、私は化け物か？お前は流れだ。風の音が変わった。ババ様、そこにいらしたのですか？流れ、どうしてカムイに教えた？カムイに生きていてほしかった。教えなくても彼らは生き延びたかもしれない。これで戦いは避けられない。彼らの中に流れる血は戦わずに屈服するということを固くなに拒絶する。それにババ様、彼らが戦わなければこの地はどうなる？神の宝はどうなる？この世はどうなる？神の宝にこの世を守る力があるなら、いっそこの私が。流れ、この世を守るのは神の宝ではない。ババ様、神の宝とは何なのですか？我らはなぜ神の宝を？カムイたちはなぜこの森を？西から来る大きな力もこの神の宝を求めてやってくるのではないのですか？神の宝を求めて今まで多くの命が失われたのではないのですか？流れ、すまないババ様、今日の私はおかしい。この風のせいだ。この風が私の心を乱している。流れ、お前が全てを知る時が間もなくやってくる。その時どうか私たちを許してほしい。私たち？ババ様？神の宝は私たちの世界のもの、この世界にあってはならないもの、決して触れてはいけないもの。神の宝のせいで私の娘は死んだ。神の宝のせいで二人の孫のうち姉の流れは生まれつき不思議な力を持ち、彼らから忌み嫌われた。神の宝のせいで私は年を取らなくなった。